燃え盛る大松明を担ぎ、神社の参道を練り歩く那智勝浦町の世界遺産、熊野那智大社の例大祭、那智の扇祭りが今日行われました。熊野那智大社は、那智の滝に祀られていた神々を仁徳天皇の時代に今の那智大社の場所に移したと伝えられていて、この神々を滝前の広尾神社に里帰りさせるのが那智の扇祭りで、平成27年には国の重要無形民俗文化財に指定されています。このうち沖神事では、那智の滝につながる参道を白装束の氏子に担がれた重さおよそ50キロの大松明の火で清めながら、滝を模した長さ6メートルほどの板に扇を取り付けた扇神輿が練り歩きました。大松明と扇神輿の数はそれぞれ12体で、熊野の神々熊野12所権現を表しています。去年と一昨年はコロナの影響で一般の拝観を中止し、扇神輿や大松明の数を減らすなど規模を縮小して実施されましたが、今年は感染症対策を取りながらほぼ例年通りに行われ、勇壮な火祭りを見ようと多くの参拝者が訪れました。